はい、こんにちは、村たらしです。はい、本日はですね、はい、こんにちは、村たらしです。本日はですね、まあ、先ほどね、ハワイの CT が終わって、まあ、見事にね、ケリー様が優勝しまして、もうまず49歳やったっけ、まあ、ほぼ50歳で、えぐくない？えぐいどころじゃない。いや、見とったんですけど、あのライブとかね、ハイライトとかはもうえぐかった、マジで一つえぐいあの年関係ないなとは思うし、そのなんていうの、波をコントロールするその脚力とかもえげつないし、もちろんスキルっていう経験もあるし、スキルもあるんやろうけど、やっぱりさ、その最大のパワーがあるのは30、20、20とか25とか30ぐらいやろ、 CT ってね。そうですよね。なのに、まあ、50歳であのね、パワーがあるのはもうね、どうしたらいいかなと思いますね、見とって。どう思う？いや、やばい。でまだ19でしょ、はい、だから本気でいかん。だって最初のパドル見た？見た。すごかったじゃん、ほんガチじゃん、はい、あれガチに勝ちにいっとるなと思ったもん。そうですね。あとはサーフボードとかも、ね、使用しているボードは詳しくは、ね、見てないんですけど、やっぱハワイのところなんか噂ではないかなと思いますね。でも本当見とってパドルから入りから全部が違ったし、やはりねすごいよな。勝ちにこだわったサーフィンだと思う。確かに、ね、いつもクワッドの5-7とか変なの乗るけど、悪いやつとかな、そういうのやってないもん。やっぱりハワイやから危険ってのもあるけど、ちゃんと一緒にいたのやっとって、いや燃えますねこれは。いやだからもうすぐじゃん、3月にはJP プロトライアルでしょ。それはね、あの今回トライアルだけであるらしくて、4月も JP 本戦始まるらしいよ、噂では。そうですね、4月から始まるらしいので、はい、あとはね、その前に KS プロジュニアがあるので、ちょっとねケリーのやつ見て燃えました、マジでそろそろ本気出してもらえる？そろそろって俺はもう本気出したけどね、この間で取れなかった。そう、昨日のやつね。だからもう異次元で2日サーフィンしてない昨日のやつね、マジぜひ見てほしいですね。コメント欄とかな、おもろかったよな。もう俺2日はもうやめた、サーフィン。またちょっと気分取り直してもう1回挑戦するけど、はい、まあというわけで本日はね、ちょっと来月の試合の試合会場で今からねサーフィンしていきたいんですけど、波の状況はまあ最近小さくて、小さい続きなんですけど、その中でもね、ここのポイントは波ある方なんで、ちょっといい波見つけて本日もサーフィンしていきたいなと思います。ちょっとね、クワッドのサーフボードじゃなくて、今回は普通に最近乗っているマジでスピードが速いとねみんな言ってくれるボードでやっていきたいなと思います。まあ、少しずつね、自分もトレーニング変わってた、どんどん変わってきたんじゃないかなと思うので、ちょっと自信持ちながらやっていきたいなと思います。ドライバー 2.0 を1日短くしてラウンドにしたっていうちょっと変わったやつだから。そうですね、これね、あの気になる人は、はい、オーダーなら作れるからさ、はい、そうだな。俺結構なんかこの板いい気がするんだよね。めっちゃいい、自分的にも速いしいい感じなんで、まあ、これをね、ぜひ参考にして今度オーダーしてみてほしいなと思います。チャンネル登録よろしく。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、というわけでね、本日練習終えたんですけど、いやー本当にね、全然いいライディングできず、終了してしまったんですけど、まあ、今回はですね、まあ、ケリーが、まあ、ファイプで優勝したということで、まあ優勝したということで、その本当に後のサーフセッションやったんですけど、まあ、今回ですね、ちょっと動画の最後なんですけど、
今回のパイプでのケリー・スレイターのパドルについてちょっとね皆さんにお伝えしていきたいなと、思います。まあ、どういう風にパドルを敷いたかっていうのをねスローで見とったらすごい研究ができていいものを僕もね掴めたので、ちょっとそれをですね最後皆さんにお伝えして終わっていきたいなと思います。はい、まあ、今回ですね夕方の練習でちょっと試してみたこともあったんですけど、やはりそんなすぐねあのできるはずもないんですけど、まあ、ちょっと試してみたことがあってそれをね最後話すんですけど、いや本当にねケリーのパドルってパイプだからこそっていうのもあると思うんですけど、その何やろ漕ぐ量が本当に少ないです。とにかくねそれはもちろん軽い波速い波とかパイプではもちろんねパドルが命やと思うんですけど、その中でもあの数少なくパドリングしてテイクオフしてたので、それのコツは何やったのかっていうのをねちょっとスロードとかでWSL のインスタとかのスロードがライブのスロードとかでね見てみると、やっぱりね本当に常に冷静なんですよね。やっぱりキングだけあって冷静で、とにかく焦りのない一生頭の位置が変わらないんですよね。そのもちろんねこのパドリングしてこう下に行くときにはこう胸を押さえながら行くので、少しはね頭下がると思うんですけど、そこでも顎を押さえながら行くんじゃなくて胸を押さえてるので頭の位置はそこまで変わってないんですよね。やっぱり相当の経験あると思うんですけど、やっぱり必死になったりすると頭が動いて板がぶれたり、あとはちょっとなんてやろう、しっかり波が見れんくなるやん。経験ある？いやもうしょっちゅう毎回そう、それやと思うんですよ。でもちろんね頭をぶらさずにやればパドルが速くなるんかって言われたらそうでもないんですけど、でもそれが本当にパドリングで大事なことだなと思います。今日ねちょっと意識して頭を本当にずらす、なんてやろう、位置を移動せずにずらさずにやる練習をしていったんですけど、やっぱりね冷静になれるし、あとは波をしっかり見れるので冷静に判断ができるのですごいいいなと思いました。どう思います？いや俺ちょっとパドル最初のパドルが感動してさ、はい、本当に頭ブレンイコール板がブレンじゃん、はいはい、だけど手は結構さ必死でうわーってこいどったよ。ただ深すぎたりストロークが大きすぎたりもしてないんだよね。パン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 とこいどる、その無理にさ、よくあるじゃん一番向こうから一番奥までこぐとか、うん、そういうのじゃないと思う。結構短いストロークでサン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 と力入れて数こいどった。確かに。だからちょっとその代わり体はぶれないから当然板がぶれない、うん、で体が頭がぶれんってことは板がぶれんってことでしょ。確かに。でそこはすごかったよ。確かに。そうだからちょっと体で試すとどうやろうな、その今まで のなんていうやろ、ほとんどのパドリングはやっぱり目線も下に向いてしまうんですよね。だからこういう風なパドルになってしまうと思うんですけど、まあ、自分のパドリングに関しては結構胸をあんま反らずにこう常に胸で押さえてるイメージでこういう風にいつもパドルしとるんやけど、そのケリーの、ね、パドリングを見ているとテイクオフの時に関わらずらず結構胸反っとんすよ。それはあんまりねケリーに聞かないと本当の理由っていうのは分からないんですけど、結構意外と胸反りながらこうパドリングして頭をずらさずにやっている。で日本人でいうとジョーとか結構胸反りながらパドルするんですよ。分かる？いや見とる。ジョーもでも細かくいくじゃん。そう、ちょこちょこね、うん、パドリングしてやっとるんやけど、逆にケリーはこう胸めっちゃ反っとんやけどちょこちょこしとるけど、その最近のパイプでのやつを見ると結構ね、ここももちろんここの漕ぎも大事なんですけど、この最後のこれ、この最後の締めのパドリングのこれもすごい気合い入れてやってましたね。もちろんやっぱりパイプってさ1秒でも多分遅れたらもう何でやろう、このハイレンクチューブに入れんから必死でしかないと思うんですけど、だから日本のこういう小さい波でも関わらずとにかく頭をずらさずに冷静に前を向いて行きたい方向を向きながらパドルするとすごいいいなと思いますね。あとさ肩を振ったらいかん、多分軸が頭からまっすぐの一本の軸はずれんから多少肩使っても板が揺れてないんだと思うんだよ、ね、あそういうことだから胸反っとんのかなと思う。で、あと細かく見えるけど多分さパドルは何一番遠くから一番奥までこいでないとは思うんだけど深さはある気がした。いや確かに分かる。ズボンズボンズボンって言っとったもん。確かに。ちょっと言い方おかしいけど、なんて言うやろ、深さがあると思う。分かるわ。こう
うわーっとね、その代わり一番遠くからやっとるわけではないじゃん。確かにそれは分かりますね。これが多分あのパドルの速い秘訣で、そう、その大体このね、大橋宏斗君に教えてもらったやつは、このちょこちょこカマキリパドルで回数をやって、回数を多くしてちょこちょこパドルするパドリングやったり、なんていうんやろな、深くしてここだけ気合い入れたりするパドルっていうのもあるんですけど、ケリーはこう深い、深くてなんて言ったらいいやろ、深いんだけど回数も多いんだよな。あ、そう だからなんか見るからにパワーがあったよ。本当パワー伝わりますけど、やっぱりでもそこでさ、あの疲労というか疲れたらダメやから、やっぱりそこではコツがあると思うんですよ。疲れずにパドルをするコツ、まあね、だから多分こなんていうの、ここの背中の筋肉とかを使いながらうまくやりながらやってるんじゃないかなと思います。こうね、背中を丸めてこういう風にだらだらパドルしとっても、この状態でパドルしとっても疲れる一方なんですよ。だけどそこを胸を反りながらパドルすることによって、疲れもね、減らされると思うので本当にやってほしいですね。まあでもね、今回はですね、ちょっと、Eライディングできず全然あかんかったんですけど、まあ、ちょっとねケリーの優勝を見て学べたパドリング法があったので、そこはね、本当良かったかなと思いますね。いや、音も学べたんちゃう。は？音も学べた。いや、学んだよ。俺見たもん。ちょっと感動したもん。確かに。俺、必死こいで、スピードも数もこげん、なんか、遅い。だからもう、基本的にちょっと体力が弱いけど、でも慣れてはくるから、まあ、おっさんはそんな今から筋トレとかしりゃいいかもしれんけど、でも慣れも大事だよね。だから気持ち、そのイメージでいいと思う。そうだから最終的に言うと、ケリーのパドルで、もちろんケリーに聞かない深いところは分からんけど、見とる感じだと、その深めに掘っとんやけど回数が多い。でもこれをするとやっぱり普通の方っていうのはめっちゃ疲れると思うんですよ。気合い入れながらグワングワンってやっとると。なのでそこは胸を反ることによって少しでも疲れが減らされるし、あとはこの最後に言うけど、この深く掘ったら次パドルの戻ってくる時をケリー見とると、よくさ、僕とかもやるんですけど、こういうパドルやるやん、うん、じゃなくてケリーはこういう風に、もうこういう感じだった、まあ、早いよね。そう、分回しとる感じだったんですけど、でもそれはそれでね、ケリーの昔からのスタイルだと思うので、はい、もういつかね、ヘリーに直接聞きたいですね。会って喋れる身分になってみたいですね。そうですね。まあでもそんな感じでね、ちょっといろいろな感じで勉強になったということでね、本日は最後に皆さんにね、僕が見て得たことをね、ハウトゥーな感じでお伝えしていきました。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。はい、ちょっとでもおもろかったなと思ったらチャンネル登録とインスタグラムフォローよろしくお願いします。